ですね、ベースマガジンの、5月号春号の、フィールフリージャズの演奏動画になります。今回はですね、森山直太朗さんの桜を取り上げさせていただきました。まあね、原稿書いてた頃はね、まだ3月ぐらいで、桜も満開ですごくいいタイミングかなと思ってやったんですけど、この動画を撮ってる頃はね、もう4月になり、桜もまあそこそこ散りかけてて、若干こうタイミング逃した感はまああるっちゃあるんですけど、まあそんなことは気にせず、まあ名曲なんで、みんな楽しんでやれればなと思います。で、最初聴いていただいたのが、締めに載ってる譜面の通りの演奏で、この後聴いていただくのが、まあざっくりなんか適当に僕が弾いたバージョン、なんか適当に聴くとこんな感じになるよみたいなのをなんか聴いてもらったらなと思います。で、まあ趣旨としてはボサノバの2ビートっていうの と、ジャズの2ビートの違いっていうのを、まあ、表現できたら、まあ、今回の趣旨はなんか成功かなみたいな感じで、ドゥーチッタダーチッタドーチッタドーみたいなボサノバとバーチッタダーチッタダーチッタドーみたいなジャズの2ビートの違いを感じてもらえたら嬉しいなと思っております。それでは後半、適当に弾いたバージョン聴いてください。そしてベースマガジン読んでください。長瀬ゆきでした。